はいどうもパシです。今回は荒野行動でね、公式のツイッターでなんとアップデート情報がリリースされたということで、それについてちょっとヒイラゲさんと動画を撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。このアップデートやばくないですか？なんか本日も新しいアップデート情報をご用意しました。新しい地図がアップデート後、一部の建物の排水パイプを登ることができます。画像はシミュレーション図です。実際の効果と異なる場合がございますとのことなんですけれども、まあ、家の外側にこういうパイプがあると登れるようになって屋上行けるようになるっぽいんですよ、今度のアップデートで。はい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 。これだいぶ立ち回りに影響出ますよね。いやーそうっすよね。だってワンチャンね、自分安全だと思って入った家の屋上に排水パイプ使って芋ってるやつがいるかもしれないってことでしょ。そうですそうです。だからもう、あ、この家取れたって思ったら実は屋上で待ってるとかっていう可能性も出てくるわけで、で今まではそのドアから入ってくるっていう固定概念があったじゃないですか。はい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 、はい、でそれが今度パルクールで窓から入れるようになったから、家にいろんな入り方ができちゃって立ち回り変わったじゃないですか。はい、はい、で今度パイプから来ると屋上から侵入してくるっていう可能性も出てくるわけですね。はい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 。これ相当変わると思うんですよ、これ。いやでもより一層その建物一強っていう状態が確かに覆されて、より戦略的になるんじゃないですか。個人的には荒野行動って家の近く、はい、ベランダのある家の近くって傾斜が多いイメージがあるんですよ。多いっすね。で傾斜の上からスナイパーで狙われたりするんで、屋上もそれに該当するとは思います。確かに状況に応じて超強ポにもなるし、はい、もうバレバレな最弱ポジにもなるってい う、まあ、面白いアップデートですねこれね。はい、であと、こちらアップデート情報第2弾、新しいヘルメットです。はいはい、衣装ではなくゲーム内で拾う装備です。戦闘の中でも安全運転や外出の安全を第一に考えましょうって、安全第一っていうヘルメットが足されるらしいんですよ。はい、でこれ衣装ではなくゲーム内で拾うって書いてあるんで、多分ヤシの実ヘルメットと同じで通常脇することになると思うんですよ。はい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 。でヤシの実ヘルメットがレベル2相当の防御力なんで、多分レベル2か3になるとは思うんですけどね。はい、これで安全第一って言っててレベル1で全然第一じゃねえじゃんってなったら頭おかしいですもんね。そうっすね。なんでまあこういうちょっと面白いアップデートが今度入るみたいです。ちょっと楽しみですねこのアップデートね。でまあメインとなるちょっとその噂のパイプ、どんな家にパイプがあるのかってみんな多分見たことないと思うんで、ちょっとパイプ探しに行きましょう。あ、この家屋上登れるんだみたいな、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、では実際にマップでね、登れる排水パイプ探していきたいと思います。やっぱみんなが気になるセントラルから見ていきましょう。途中敵に出くわしたら倒していかないといけないですね。そうですね、ボコボコにしてやってください。頼みますよ、はい、排水パイプでぶん殴りますよ。これマンション登れたら立ち回りマジで変わりますよ。マンション登れたらやばいっすね。やばいっすよね。マンションって排水パイプあったかな。あるのかな。ちょっと見てみないと覚えてないっすよね。そうっすよね。飾りだと思うとどうしてもね、見なくなっちゃいますもんね。ね。こうやって見るとパッと見なさそう。あ、ある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 。ある。ある。え？じゃあマンション登れんじゃん。やば、マジ？これは全然立ち回り変わってきますね。はい、しかもこれマンションって、はい、こういうマンション系の建物って、はい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 、引っかかれるんですよ途中のところに。はい、だから例えばですけどここ、はい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 、だからワンチャンパイプから途中で屋上まで行かずにここにこうやって乗って、はい、こっから例えばパルクールで中に入るとか、あ、いろんな立ち回りができるようになっちゃいますよパイプがあると。確かにやばいなこれ。他の家も見ていきましょう。はい、こういう平屋みたいなのはないっすね。はい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 。こういう2階建ての通常の家もうないのか。なさそう。あ、ないっすね。そうっすね。逆に言えばマンションしかない、もしやこのタイプもないっすね。ないっすね。このタイプのちょっと外に出れるベランダがあるタイプの家もなさそう。そうですね。ってなると、マンションしかない、そんなことはないっすよねさすがに。ワンちゃんこれから全部の家に追加される可能性もビレゾーン。排水パイプがどんどん足されていくんですね。そうですね。この家もないのかな、この手の横に長いベランダがあるタイプの家。あ、ないっすね。ないですね。ないっすね。さあ、こういうちょっと1階建ての家、1
階建ての家の屋根は登れたらマジでやばいっすからね。確かに登れちゃいけない場所だからな。あ、ないっすね。なさそう。そうっすね。ないっすね。で次これですよ。そうっすね。でっかいベランダがあるタイプ、これ登れたら立ち回り変わってきますけど、あ、ないんだ。本当にマンションしか現状なさそうっすね。そうっすね。やっぱりこれから追加されるんだよ。排水パイプ追加アップで。なんか新しい地図が、ね、登場したらみたいなこと書いてあったから、若干のアップデートがあるんじゃないですか。または4月に足されるかもって言われてる新マップがワンチャン排水パイプまみれという可能性も。ありえます、あります、あります、ありえますね。はい。ガソスタもパイプはないかな。なさそうですね。なさそうですね。ガソリンスタンドもパイプはないです。ないです。このパイプとか登れたらめっちゃ笑いますけど。やばい。むしろパイプじゃないんだよなそれね。このパイプ登れたらやばいですよ。15倍スコープのスナイパーで登りたくなりません。やばい。だってそこの上見れる高さなんてね、他の山の上ぐらいですよ多分。最強っすよこれ登れたら。やば。これこんなに高かったっけ。高いっす。東京タワーじゃんこれ。いやいやいや、やば。スカイツリーです。スカイツリーですよ。上見えないっすよこれ。やばい、スカイツリーだ。やばいっすよこれ。上にカリン様住んでますよこれ。絶対言うと思った。絶対言うと思った。これやばい。で、この倉庫みたいな建物もパイプはなさそうですね。で、こういわゆる六角とかって言われるこの建物もない。ないですね。じゃあ現状はもう本当に、マンションしかないというのがね、はい、検証の結果分かりました。はい。ということで今回は、ヒイラギさんと一緒にちょっと今回の新アップデートについて解説させていただきました。皆さんぜひともね、ヒイラギさんのチャンネルも動画説明欄からご確認ください。でこれだけでちょっと終わっちゃうとね、やっぱしっかり戦ってるところが見たいという方も多いと思いますので、うららと一緒にちょっとね無双しているやつをご用意しましたので、そちらもぜひともご覧ください。どうぞどうぞ。お願いしますよ。お願いします。デュオでいいよね。デュオで行きましょう。オッケー。あれ、今パシさんと一緒に降りてる。え、なんかくっついてるんですかこれ。え、これマルチダイブっていう機能があるのよ。すげえ。かわいいでしょ。気持ちいいこれ。なんかこれエロいですね。なんかエロいでしょ。すげえ。これパコパコできるよこれ、見てて。ほら、はいはい。こっち動いてないですかね。俺の方だとめっちゃパコパコしてるよ。え、全然してないですよ。なんかめっちゃ滑らかですよ。嘘、気持ちよくない。全然全然気持ちよくないですね。遅いですね。下手くそで。嘘だろ。下手くそ、ね、嘘だろ。おぱしさんとうららさんは指定関係ですか。別にうちはその中のコンサルとか指定とかないんで。コンサルってなんか詰めますね。いや勉強、いや分からないっていっぱいおるんで。僕は分かるんですよ。僕は分かるんですよ。あね、ただ僕が見てるリスナーさんがちょっと分かんない。プロデュースみたいな推し、俺が育てたみたいな、名前が育てたみたいなこと俺は言わないタイプなんで。別に目上と目下の関係。そう、目上と目下。そうそんな感じ。やべ、運転手さん、はい、適当にお願いします。到着です。いや、目下の運転は気持ちいいな。そうですよ、やっぱ運転はね、一番目下がしないと。運転はやっぱ目下がするもんだよな。うらら狙ってるゲームはモンハンぐらい今。いや、僕はもう今やってるので、今はいいかなって感じですね。今やってるものをしっかりやっていこうって感じですね。今やってるっていうと、スプラとマイクラ、パブジー、マイクラ、そうですね、ダブダブ2か、あとダブダブ2ですね。ダブダブ2は超人気ゲームだね。あと IW、 面白いですよ IW。 やっぱなんか久しぶりに昔の動画をこの前見てたんですよ、 BO3 の。はいはいはい。さ、すごくやりたくなって今度 BO3 あげます。へー、なんかいいな、初心に戻れるというか、優しい世界。いや、すごくなんか、あ、この頃のあったな、なんか気持ちになれるというか。お金のために動画を上げていなかった頃だね。お金のため、いや別に今も言ってもお金のためですよ。いや、それはやっぱ大事ですから。確かに。何もなしで やるのにもって感じです。ただそれでプラス、みんながなんか楽しめてもらったらなって感じなんで。確かに。うおー、びっくりした。びっくりした。金持ち店なら俺の方が勝っちゃった。あ、勝ったんすか。うん、勝っちゃった。あ、足音、この建物にいるわ、助けて。勘弁、はい、ヘルプミー。あ、待たせ。めっちゃ。あ、倒した。ええー。危ねえ。あ、できた。パケ取れ、パケ取れ。え、そっち側に乗んの？あ。ヘルメット。おっしゃ、ダウン。あそこもいたんですね。そう、パケ取りに来たやつをね。任せてください、僕も混ざりますよ。三枚抜き。おお。全部やるなー。あいつダウンだったからもう一人いるはずなんだよな。これ。あ、撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる。
あ、いたいたいた、やっぱ木のラジオ。ああ、木のラジオいましたね。フロートで行こうかな、これ。OK、全抜いた。ナイスです。4枚抜きー。あ、M、あ、AWM、AWM! 射撃サポンをもらっていくのさ。やったー。正面の。あ、345、車、白番。はいはいはい、見ました。あ、降りた。こんな変わりましたね。僕、当てますよ。あー、木に当たった。おっしゃ、当たってないのあれで。はい、なんか。あいつから誰のこれ。オッケー倒した。ナイスです。残り10人。もう10人？これドンカツいけますね、普通に。1人倒した。ナイスです。もうあいつら交代交代で俺に殺される気だぞ。やば。オッケー、抜いていく。ナイスです。ダブルキル。これ1試合目から俺らドンカツか？いけますね。ですね。これいけちゃいますね。余裕ですね。あった。やりますね。正面。ん？こっちか。どこだ ？60。100。60、僕からそうですね、僕から。あ、違う、今やり合ったんだって気が。詰めましょうか。やり合ったのか。はい、1-1だったんですよ。どうします？あ、いたいた。オッケー！何もしてない。7キルドンカツ。いやー、え、グリッチじゃないですか、それ。絶対グリッチやな。おい、さらされてるぞ、日本で。木に頭ぶっ刺しとくと、へっしょ食らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない。へっしょ食らわない裏技。さあ、行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いける、いける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。